こんにちは、ゴルフコーチもえこです。本日は私がどうやって練習をしているのか、球数を100球として録画してきました。よろしくお願いします。私いろいろと動画出してるんですけど、実際に自分が打つところ、しかも練習場でっていうのがないんですよね。はい。インスタだとやっぱよく載せてるんですけど、スイングとかあんまりないんですよ。なのでちょっと載せてみました。はい、まずストレッチから入ります。私すごく肩、肩の関節が柔らかくて、特にね、今このやってる動きすごい柔らかいんですよね、謎に。であんまりゴルフってここ柔らかくても意味ないみたいで、はい、アキレス腱とか股関節をストレッチしてます。はい、ねじってます。これね、ゴルファーやった方がいいです。はい、頭の軸は残してねじねじですね。今日はこんな感じで音声を入れていこうかなと思ってます。お付き合いください。はい、座って股関節をストレッチしております。やっぱね、私今27歳なんですけど、年々なんて言うんだろうな、体硬いなとか怪我しそうだなとかやっぱ感じますね。手首もね、なんか伸ばしてください。手首めっちゃ大事。やっぱお客さんとかでもやっぱ体硬い人がすごい多いから、私もまあでも私は柔らかいかもしれないですね。ゴルフずっとちっちゃい頃からやってるからね。はい、素振りを始めました。もうね、素振り大事。そう、打ち始めます。9番アイアンですね。もうね、最初はね、軽くですね。そうだな、私は130ヤードぐらい9番アイアンで飛ぶんですけど、もうね、100ヤードも飛んでないぐらいかな。もうなんなら何ヤードでも OK だし、もうね、ミスっていいです。なんかうまく打たなきゃダメだみたいな人いっぱいいるんですけど、そんなことなくて、練習場ではもういっぱい失敗してもらって、コースでやっぱいい球出したいですよね。練習場のための練習にならないように、コースで使える練習をしてください。ちょっとずつちょっとずつエンジンをかけていきます。フルスイングに近いかもしれない。それでもまだね、早いなって思います。はい、片手打ちし始めました。片手打ち皆さんできますかね。まあ右手左手どっちもしてほしくって、まあできればいいショットがいいけど、まずはちょっと慣れる方がいいかな。でちっちゃい振りで全然 OK です。私はちょっと大きくなっちゃってるけど、気持ちはちっちゃい振りでやっております。飛距離ももう30ヤードとかぐらいしか飛んでないし、これ左手ですね。左手もやった方がいいね。まあ100球打つので5球ずつとか、全然10球ずつ打ってもいいぐらい。私はよくお客さんレッスンする、このクラブでボールをセットするって結構難しいですよね。慣れてる人はへっちゃだけど、なんて言うんだろう、初心者の方はまずそこから でクラブでボールをコントロールするってすごい大事だと思うんですよね。何気なくやってるけど、なんかフェース面とボールの感覚がつかめるので、はい、ちょっとずつフルスイングしていきます。
私は9番アイアンが大好きだから、最初は9番アイアンかな。なんなら9番アイアンで終わらせることだってある。フルスイングだね。このいちいち下に打ちつけるのは私の癖かもしれない。で、なんとここでなんか盗撮されてる感じ。こっちにカメラ向けられてて、周りのお客さんいなくて、でそれを今見てますね。柱に隠れて見てます。勘違いやったらお疲れ様って感じなんですけど。はい、お客さんの分も買ったんですけど、お客さんがもう帰っちゃってて、私は 2杯飲んでおります。見てますね。普段そんなこと絶対ないし、今日はよく話しかけられましたね。撮影してたからかな。はい、まだ9番ですね。手を離すときはだいたいミスショットですね。スイング意識しだしましたね。私も今スイング変えていて、やっぱりジュニア時代からのなんかクラブを持ち上げてしまう癖がありまして、いかにクラブのなんていうんですかね、重みを使ってあげれるかっていう意識してて、スイングはよく褒められるんですけど、綺麗ねって、なんだろうな、ちょっとね癖ありなんですけどね。で、私的にはすごく小さい振りをしてるつもりなんだけど、まあ、ここまで上がってるっていうのが昔からの癖かな。なのでよくねコンパクトに振ったりとかは昔からやってたけど、なんかねそれもそれでちっちゃくちっちゃくなっちゃう感じがして嫌なんですけど、今はなんて言うんだろう、ちゃんと納得してスイングを変えれてますね。後ろカメラを見てるんじゃなくて、後ろに何後方線上にガラスがあって、そこを見ながら修正してる。こういうやっぱ鏡だったりガラスだったりっていうのはすごく使えます。はい、9番終了です。何球ぐらい打ったかな、30球ぐらい。クラブ変えて7番アイアンを手にしました。だいたい150ヤードぐらいかな。球は全く見えないですけどね。まあリズムはだいたい一緒かな。私は何か参考になったら嬉しいんですけど、見てくれてる方の。皆さんは練習するときは動画って撮りますかね。最終的に私思うんですけど、動画を自分で撮ってやっぱり自分で分析できた方がいいなと思ってて、なんか上級者の方でもそれは分からない、自分のスイングがどうなってるか分からないって方がいっぱいいるから、私は最終的に一人でスイングチェックできるようにまでなってほしいなとか思う、なってほしいなと思うけどね。あ、首凝ってるんですかね。筋トレは一応そうね、パーソナルで週に1回やってるんですけど、本当にねもっとしろよって感じで、
思うんですけど、まあ一応こうスクワットとかするからお尻の筋肉とか構えた時にちょっとしっかり構えやすい感じにはなってて、やっぱ筋肉で大事だなって思います。はい、クラブ変わります。次ね、 4U です。私はユーティリティを、まずアイアンを6番アイアンまで入れてて、でユーティリティを 4U、3U、2U 入れております。そしてスプーンにドライバーで、このユーティリティがやっぱ使えるんですよね。 4U で私は170ぐらいしか飛ばないんですけど、まあ、使えますね。グリーンにも乗ります。で、2U 打つかな。あ、2U 後で打つな。めっちゃ使えるんですよ。ウッドが苦手な人は入れた方がいいんじゃないかなって思う。 4U はちゃんと狙いたいけど、ちょっとミスショットしてるかな。まあ、ちゃんと狙おうと思って後ろから見てますね。やっぱ狙わないと、なんていうんだろう、球のイメージが出ないですよね、コースで。でね、振ってる感じは 100% って感じではなくて、やっぱりフォローの方とかは、そこまで振り切ってないんですよね。私のイメージではそんなにここまでフィニッシュいってないと思うんですけど、まあ、反動とかで勢いでいっちゃってるんですけど、そんなに振ってません。振り切ってないっていう言い方合ってるかな。 4U終わんの早。まあいいや。はい、次これいちいちね見えるように 2U で私大体190ね、190ぐらい飛ぶんですけど、本当に5番ウッドとかの代わりになるんで、めっちゃ打ちやすいんですよ。このコブラのクラブなんだけど、黄色いやつ、めっちゃ古いと思う。私クラブをあんまり変えたくないというか、あんま興味ないっちゃくないんですけど、まああんま変えたくないタイプで、ドライバーはまあ新しくしたんですけど、なんかね、変えろよって思われると思う。本当すいませんって感じ。打ちやすいんですよ。ちょっとね、中古ショップにあると思うからね、売ってみてほしい。クラブも大事やけど、なんて言うんだろうな、まあ、腕って思うけど、まあそんな、なんて言うんだろう。今ね、意識してるのを意識しすぎて変になりましたね。なんていうんやろね、なんか本当にクラブもいいクラブ使っててもさ、スイング悪かったら何も意味ない気がする。私はクラブの重心とか、ちゃんと重心管理とかね、分かってればいいんですけど、コロコロ変える人はちょっと微妙だと思う。はい、ドライバー行きまする。ピンのマックス425。はい、まずは足をもう閉じ気味で、もうねヘッドだけ動かしてる感じで打っております。最近これをずっとねやってます、練習。
ったし、なんかすごくこうヘッドが動かないというか、体ばっかり動いて必死に飛ばそうとしてたんですけど、どちらかというとなんていうんですかね、やっぱクラブがしっかり動いた方がいいから、そういう練習、めっちゃ普通に打ってるようにこうやって見ると見えるんだけど、実際はもうなんか私はなんかな、コックしか使ってませんみたいな感じで、ね、でも結構飛ぶんですよねこれでも十分。ぜひやってほしい、ちょっと距離がもっと欲しい方やってほしいですね。何がどっちが本当にアドレスしてるのか分かんないけど、あ、これでやっと広くなりましたね。足閉じてもね、足閉じた方が何なら飛ぶかもしれない。私めっちゃ体体格いいでしょ、でも昔から飛ばなくて、なんかでもねやっぱ体がすごい逃げてたんですよね、力が。それがねレッスンしていくほど分かってきたんですよねおっせおっせよ、それでプロテスト受けんなよって思うんですけど、今もねいろいろ実験してますね、自分の体で。でまたお客さんに言いますけど、まあ、YouTube でもそういうミスしたかな、あの発信はしていきたいんだけどね。飛距離ってちょっと夢があるよな、私まだ飛ばせると思うんですよね。頑張りたい、一緒に頑張りましょう何人見てくれるかわからへんけど、いやっと、ヘッドスピードな、あとボールスピードね。まあミート率はね悪い方じゃないと思うんですよね、やっぱなんて言うんだろうな、女子ならではのね曲がんない感じだと思う。はい、また足閉じて打ってますね。打つの早いな。ね、一球一球丁寧に打つのももちろん大事なんだけど、なんかこうサクッと打つのは私は結構大事だと思うな、リズムに合わせてさ、なんかこう、はい、ドライバー終了でございます。早いね。つい気合が入るとね腕まくりしちゃうんですよ私ピッチングです、これは。ピッチングは、まあ、120なんですけど、100ヤードのグリーンを一応狙ってるのかな。なんかねあんまりうまくいかなかった記憶がある。まあ、こうやって狙うっていうのも大事ですよね。皆さんやってますか？私はね普段やらない時もあります。でも今日はやってるねおう、ミスショット。でもね本当にミスしていいやって思って練習した方がいいです、皆さん。なんて言うんだろう、やっぱ打ちっぱなしで気持ちよく、右向いてますね、気持ちよく打ち、なんていうかな、いい球打たなきゃみたいなのがすごく、あると思うんですよ。でも練習やから大丈夫、ミスっても。ダフローがトップしようが右行こうが左行こうがあんま気にしなくていいし、飛ばなくてもいい、本当に本当に。100ヤード変えましたね。やっぱこうやって見るとめっちゃ右向いてますね。こういうこともねやっぱ動画撮ると分かるので、やっぱいろんなグリーンを狙う練習はおすすめですね。で明らかに右向いてたりしたら、やっぱ体がずれてたりとか感覚がずれてるので
あの棒とかアライメントスティックとかさ引いてやりましょう。これ50度ですね。私50度、56度、50度、56度、60度入れてます。50度は私はマックス100で90も打ちますし80も打ちますね。これでよっぽど条件がいい時とかちょっとフォローじゃないと100は打たないんですけど、90はしっかり打ちます。ちょっとでも参考になれば嬉しいのですが、まあね、80ヤードとかもやっぱちょっとこうゆっくり打ったりとかちょっとね 80% とかで打つかな。そういうのってねやっぱ最初難しいですよね、初心者の方だったりね、中級者の方は。あとはリズムが大事だよね、この何とも言えんちょっとゆっくりなリズム。そしたらこうワッと行ってピタッて止まります。ワッと行かないけどまあ柔らかくなるかな。でも勝手にスピン入りますからね、スピン入れるなんてあんまりしない方がいいですよ。はい、50度終わり。56度に変わりますね。ちょっとねアプローチを最近いろいろ変えてて打ち方変えてるから1球目鬼クソのようなミスしましたね。30ヤードを狙ってます。方はまだまだ変えれそうな感じですね。50ヤード、やっぱこういうねあの島を狙うってすごい大事というか、島に例えば5球連続狙うとかそういう自分にちょっとプレッシャーかけてゲーム感覚でするとすごい集中力も上がりますし、コースで発揮するんで、そういうのってよくお客さんとやりますね。だからぜひやってほしい。50もねやっぱこのなんていうんだろうな、振り幅だったりこの、テンポリズムが大事やから、やっぱ練習してもう機械のように同じ球を打てるようにならないと50って時にやっぱ打てないですよね。私もねちょっと練習不足なんでしっかり練習しないとダメです。永遠に打った方がいい、こういうのは。多分こうドライバーを打つより大事です。ついついねドライバーとか長いクラブいっちゃいがちなんですけど、ちょっと20ヤードぐらいかな、短いやつやってますね。アプローチもねなかなかこういう短いのを練習するなんていうんですかね環境ってないんですけど、本当こうフェースに当てるだけでもいい練習になるから、やっぱりこうちょっと30以下とか看板がないやつでもちっちゃいのはやってほしい。それ30ですね。で思ったよりこう見たらでかかったりするんだけど、でもそれってなんかこう自分の感覚なんで絶対に腰までとかなんかそういうのないと思います。自分がここって思うならここまで上げてるみたいな感じでいいんじゃないかな。でアプローチはやっぱコース行けばなんかこうカゴに向かったボール投げてるっていうか、ここに向かって例えばゴミ箱に向かってクズを投げてるみたいなこう感覚というか、はい、ペコってしました。なので素振りはいっぱいしてほしい。あっちって言ってます
はい、盗撮疑惑の人をめっちゃ見てますね。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。これでちょうど100球なんですね。一緒に練習してるような感じになったでしょうか。まあちょっとねこういうやり方もありかなと思ってまた撮ってみますね。鼻かぶな。ノーカットでお送りしました。バイバーイ。